新しい市場って行ってまだやっぱ荷物も集まってきてないんですよ、うん、人がね、うん、で、普通古物市場って行くと普通の家から回収してきたものとかいろんなものが集まってくる中でやっぱり荷物が売れないと荷物入れてる人も困るから、はあはあ、まあ売れるものを一応持ってこようってするわけ、うん、でだからこうものすごく儲かるものもあればそうでもないものもあるけれども、うん、買いたくないものっていうのはなかなか出てこない、うんうんうん、でさっきの話の中ではこう声が出ないものとかもあったけど、うん、あれはたまたまそのメンバーの中にそれを欲しい人がいなかったっていうだけなのね、うんうん、でだけどそのとはいえこう欲しい人が多いものと少ないものっていうので欲しい人が多いものをたくさん出てる市場はいいわけじゃん、うん、でそうすると競り上がるわけじゃんでやっぱそういうものが少なかったんだよ、うんうん、言ったらでそれはまあしょうがないんですよそれはなぜかっていうとそれはもうすぐ分かったんだけど要するに買いに来てる人たちが初心者とかまだ始めたばっかりの人とかだからそういう人たちって結局売り先がちょっとしかないわけまあ大体はネット販売ネット売りネットで売ることを想定して来てるからさそうするとネットで販売するのに販売しにくいものって買いたくないわけよねだからいくら荷物入れてもそういうものしか値段がつかないことが分かってるわけよ荷物入れる人もだからいいもの持ってこないんだよ、うん、いくらいいものでもさネットの人が買いたいものじゃなければ値段がつかないで安く買われちゃうから、うん、そういうものは他の市場に入れてそこにはまあ何持ってこかんって悩んだ末にあげく持ってきたものが集まってるんだけどさ、うんまあそれでもネットの人たちって始めたばっかりの時ってさ何買っていいか分かんないし、まあ、よく言われてるのは例えばこう CD とか DVD とか、うん、そういうものっていうのは割とこう売りやすいから欲しがる人が多いんだけど、まあ、必ずしもそればっかり来るわけじゃない集まってくるわけじゃないからね、まあ、この間なんかは本当に値段が低いわけ例えばこれぐらいの段ボールに入ってる食器いっぱい食器入ってるのよ箱に入ってるやつとかさでそういう食器が入ってるものって他の市場だと例えば、輸出先屋さん輸出業者アジア系の輸出業者さんとかが欲しがるからちゃんと値段つくわけでその輸出業者さんが2つると当然競り合いになるしちゃんと値段がついてそれなりの値段で落とされるんだけどまあそれが買う人がいないネット販売してる人ってそういうのいらないからそれなんです雑然と段ボールに入ってる食器なんてネットで売りようがないから欲しがないですよみんなだから500円とかなわけそれ他の市場だと1箱で他の市場行ったらそれってうまくいけば2000円とか3500円になるんですよ、うんうんうん、だけどまあとりあえず持ってきてる市場そこの市場に入れてる人たち多分その市場の宿主からすいませんっつって持ってきてくださいっつって来てるから、うんうん、いやいや来てるのもちょっとあって、まあ、大した荷物じゃないのが来ちゃってるだからとにかく安いんですよずっと捨てられる値段が、うんうん、で俺も最初これちょっといいもんねえなと、うん、要は自分が販売する自分が、最終的な何て言うのかな、ネット販売とかそういうのでエンドユーザーに販売するっていうふうに考えた時には適さないものが多いな、うんうん思うわけ、うん、だってそこがエンドユーザーに自分が直接販売できるのが一番利益が取れるわけですよ、うんうん、だからそれが欲しいわけじゃん、うん、だけどそれがないなっていうので最初ないなと思うんだけどでも途中からこれ他の古物市場に売ればいいなってなるほど思ってなるほどだから自分が欲しいものというか自分が売るんじゃなくて古物市場に自分がそれをまた転売するっていう風なものとしては、うん、ここでこれ500円で出てるんだったら全然安いなと、うんうん、でそれでどん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 買い出したんですよでそれがこの古物市場の世界では
言葉があって、その言葉が、うん、旗っていうんですよ。旗？旗師っていうんですよ、そういうことで、ね、フラッグの旗って。いや、わかんないの、やっぱそれは旗師っていうんです。隠語なのね。隠語だと思う。旗師って言って、はい、それだけでを生業にしてる人がいるんですよ。とりあえず A っていう古物市場でそこの段ボールポンと買って、そのまま B に持っていくっていう、そうそうそうだけのこと。そう、それを果たし、果たしで言って、それはなんでそれが成立するかっていうと、まあ古物市場がいっぱいあるけれども、その中でこの市場はこれの相場は安い、でこっちの市場はそれの相場が高いっていうのがあるんですよ。その細かく見ていった、それを知ってるからね。それを知ってるから、その差額利益で飯の種になるっていうね。そうで、それもそれはまあずっと固定じゃないんですよ。だってそずっと動くよね。動く、いろんなが動く、ね、こっちに人がバーッと集まってくるようになったら、うん、またこっちが高くなって、ね、こっちが安くなってとか、いろいろそういうの移ろいはあるんだけど、それをちゃんと、うん、脳みそでキャッチしながら、うん、ここでこれ買ったらそこで高く売れるぞっていうのが分かって、それの利ざやだけで食ってる人がいるんですよ、うん、もうそれが古物市場の中では相当高等技術なんだけど、うん、でも果たしっていうんですよ、うん、でも俺も果たって言われているその行為はできなくはないわけですよ、うん、部分的にはそれだけで食っていこうと思ったら不可能ですけど、うん、でせっかくこの市場に来たから、まあ、とりあえず果たでちょっと利益出すぐらいはやんないとなって思って、うん、もう切り替えたの途中で、はいはい、自分が売るものを買うっていう風にしてたら何も買えないと、うん、っていうか何も欲しくねえと。だけどここでこれをこう変えて切り替えて頭を、いやこれはあの市場だったらこれぐらいで売れるなっていうのがあればどん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 買っていく。どうせみんな買わないし、うん、500円でホック出たら600円って言えば買えるから、はい、で買っていけばいいやつって結構買ったんだよね、うん、でそれを一回、それはだからあれでしょ、ごめんなさいね、ガラクタを買ったって意味じゃないもんね。ガラクタ買ったわけじゃない。この市場ではその値時間、ね、うん、500円とか600っていうホック人がさ500としか言わないけど、うん、この市場だからそうであって、そうそうそう、別の市場に行ったらもっと値が高くつく、そう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 、価値のあるものだからっていうことが分かった上で買うってこと。そうそれが旗という、そうです、そうです、行為というか、そうです。で、はい、それを意識的にやったのは、うん、こんなに意識的にやってこんぐらいの量買ったのは初めてだった。少な、なぜかっていうと今まで行った市場とか自分が荷物入れてる市場って相場がそんなに変わんなかったんですよね、うんうん、全体感の相場が、うんうん、そうすると旗って成立しないんですよ、まあそうですね、せいぜい自分が買ってきたものでどうしても売れなかったものをしょうがないから市場にもう一回違う市場に入れると、そうするとまあ行ってこいぐらいですよくて、結局相場が一緒だから。結構もうね、手間賃と、お手間賃とその往復のことを考えたらもうトントンも、そう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 、いい本だろうってなっちゃうもんね。そうそうそう、旗っていう行為にはならない。だから要は損切りです。ですよね、うん、損切りくらいにしかなんない。だからよっぽどですね、うん、そのこの A っていう市場ではいやこんだけの価格、低い価格しかつかないのかっていうことで、うん、旗をやるっていうのはそう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 、そんなに稀にできる行為ではないですね。でも、ね、果たしって必ずどの市場にもいるし、ね、だそ相当高度な、非常に上級者というか、そうです、そうです、かなり達人レベルじゃないと、それやれないと思うな、そう、ね、だからそれがやっぱり、すごい、まあ、果たしっていうと、なんか、ただ買ったものをさ、車に積んでね、うん、また違う市場にそのまま持ってってってイメージするかもしれないけど、いっぱいいろんな種類がいるんですよ、うん、やっぱり買ってきたものを今度自分でちゃんと整理してね、うん、箱ごとに分けたりとか、うん、綺麗に見えるようにラッピングしたりとか、うん、そういう風にして売るとかいう人もいるんですね、うん、だからいっぱいいろんな種類の果たしがいるんですけど、うん、でも古物市場ってそういう中古品とかそういうものがこう競りにかかって、買いに行ってね、競りに参加してそれを買ってきて、でそれを自分で売って、仕入れた金額よりも高く売ってその利益を得るというふうにしか考えないんですよ。しか考えないというか、そういうふうに考えちゃう、捉えちゃうんですよ、うん、
最初のうちって、俺もそうだったし実際、だけどその仕組み、個別市場っていう仕組みを使っていろんなことが実はできると、うん、その、ね、個別市場1個じゃないっていうこと状況で、うん、いっぱいあるから、うん、そういう旗行為、旗師みたいなこともできるし、あとはそうね、自分でこう片付けてきた、お家片付けてきたら、それでこの片付けた洋服関係はじゃあこっちの市場に入れましょうとか、組み替えね、組み替えしたりとか、うん、そういう風にして市場を売り先として使ったりとかもできるし、まあ、いろんな活用の仕方ができる、はい、でそれってある程度こう経験していくのと、あと周りでやってる人たちを見て学んでいくんですよ、うんうん、でこうだから市場って去年の今頃に思ってた市場と今とではもう全然違う景色に見えるわけ、うん、市場自体が、うんうん、そこに来てる人たちが、あ、こういう、この人はこういう人だろうなとか、うん、この人はこういう人なんだろうなっていうのが、あの初めて行った時は何もかも分かんなかったんだけど、うん、だから自分が買って自分が儲けることしか考えられなかったんですけど、でも1年経つといろんなことが分かってくると、じゃあこれは何か起きた時に、あ、じゃあこれはこうやって儲ければいいんだなとかっていうことを自分の頭の中でこう整理しながら作戦を立てて、うん、で市場を活用するっていう方にちょっとずつ発想がいくようになりだしてるわけよ、自分が。なんかこう新しい戦略を新しい戦術を編み出していくっていう感じですね。そうそうそう、うん、でこれってこう物事の捉え方ってなんかそうやってだん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 こう自分が上手に使えるようになったりとか、それを深く知ることでこう、まあ趣味であればさ、例えば楽しみ方の幅が広がったりっていうのと似ていると思うんだけど、うん、今まではあのこの部分しかこう自分は感じ取ることができなかったけど、あのいやここの部分も意外とこの見方変えるとちょっとここの部分面白いよねっていうのがどん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 増えていく、気づきは増えますよね。そうそう、うん、でもそういうもんだって思う、そういう風になっていくんだろうなって思っていながらやってた方が多分より早いと思うんですよ、ね、うん、そうですね、うん、でそれは俺はやっぱりこう周りにいる人たちがあの人ってどうやって儲けてるのかなっていうところから疑問になるわけですよ最初どう考えても儲かんねえだろうって思いがちだからね。そう、うん、なんであの人っていつもこれ買うけどなわけねえだろみたいな、ね、そうそう、あるあるなんですよ、ね、結構ね、古物市場に通い出したばっかりの人ってあれを買って儲かると思えないんですけどっていう人が結構いるわけ、ね、だけどそれって全く意味ないんですよ、そんなこと考えても、うん、なぜかっていうとその人はおめえより長くこの世界にいるんだよそりゃそうだね、でしょ、であのなんなら車だっておめえより全然でけえ車乗ってるし、その維持費もしっかり払って、しかももともとこの車買ってるからね、このでかいトラック、うん、運転万でみたいなね、そういうのがあるから、あのいろいろこうそのもうサッカーもね同じだと思うんですよ、うん、だからサッカーもただただ勝った負けただけを見てたら多分気づかないこといっぱいあって、うん、その中にそのサッカーを楽しむべきポイントっていうのはもう本当に複数あって、発見されてないものもいっぱいあると思うんですよね、うん、はい、だからそれをどん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 探していけばよりね、楽しくねサッカーと付き合うことができるんじゃないかなっていう、うん、そういう話。なるほど、なるほどね。どうぞママさん、スマホちょっといじってないで今、ラデーさんのそのサッカーに共通項を今見出した。そうこれね、今慌ててますよ。いや慌ててね、なんか一生懸命ね、俺もねサッカーとどうつなげるかってことね結構考えた時もあるわけ、うん、でもこの見方を変えればっていうのは割とねいい考えだなと思ったんだけど、なんかあんまりピンときてもらってないみたいな感じがするね。どうなんだろう見方を変えるえ、俺に振るそれ。あ、俺さ、じゃあバモに向けてもヒントを言うけどさ、うん、以前だったら、じゃあ5年前まで、うん、10年前までだったらっていうふうに、んうん、仮定、うん、あの条件設定するとよりみんなイメージ湧きやすくなるけど、5年前までだったらローソンなりチケットピアで2000円のチケットを買って、うん、試合前、だいたいキックオフ1時間前か1時半前か、まあ、とにかくちょっと前に行って、うん、
いつもの自分のセール席を決めて、でお気に入りの選手なり、なんかお気に入りのルーティーンの行為が自分、うん、行為ルーティーンワークがあってさ、うん、で試合が始まった、ハーフタイム、はい、試合終了、帰る前に必ずこの居酒屋を寄ってとか、この仲間とこう、うんうん、やってましたね、ってから、そして家に帰る、うん、はい、月曜日会社行く、うん、5年前まではそういう、自分にとってはサッカーはそういう、うん、一連の行為が全てサッカーを通して見えてるもの、うんうん、で5年経った時に、うん、ひょんなきっかけでオットロ参謀長に出会いました。スタンドでサッカー見るよりさ、ピッチレベルでカメラ持ってサッカーやってるやつに話聞いた方が面白いと思うぞって、で、ね、うん、オットロ参謀長から誘われたから、うん、騙されたと思ってやってみたら、うん、新しい発見がある、うん、確かに5年前までのルーティンワークだったら絶対に見れなかったサッカーの世界というか、うん、サッカーそのものにある、うん、要素や魅力、もしくはいいこともあるけど良くないことも見えてくるっていうのって場もにもあるでしょっていう。ありますね、うん、伊達さんにもきっとあるでしょ。あるでしょうね、物の見方を変えた瞬間、物の見方って言って難しいんでしょうな、うん、位置を変えるだけで、うん、そう、どの位置からサッカーを見るだけでもう全然違うものが見える。そう、あれみたいな。そう、それ言いたかったの。僕の場合もということで、もう、さんどうぞ。僕のラベルさんもだんだん今イメージが近づいてる。僕の場合もね、補足するとね、そのタイミングでね、その一応サッカーの古着を扱う仕事を始めてるんで、うんうんうん、そのサッカーの貧乏臭さと、そうか、そうね、あの嫌な部分がめちゃくちゃ見える、うんうんうん、で競技して、僕はそれまでは競技してる人よりもユニフォームを集めてる人とかの方が関わりが、うんうん、追っかけて応援してる人の方が関わりがあったけど、うんうん、サッカーのプレイヤー、そして地元で子供たちに教えてる人、うんうん、また子供サッカーやらせてる人、うん、どっちかというとプレイヤーの方、うん、であの金ないのにフットサルやってる人とか、うん、 そうだね、うん、そっちの方に行って嫌な部分をめちゃくちゃ見た、うん、でまあ今今日まで至って、うん、サッカー嫌いだって公言してるんだけど、それが影響してるわけだ、うん、めちゃくちゃそこが僕は影響してるんですよ、うん、まあ、見たある種さ、だから孫の場合は多分小学 2年生か3年生の頃にトドロキ行き始めちゃったっていうさ、うん、もう夏のもう幼稚園の年長からね、夏のもう、うん、あの生まれたてのひよこがもうお母さん見ちゃいましたみたいな感じで、純粋だからさ、うんうん、愛しちゃうじゃん、うん、てか素敵な世界にしか映んないじゃん、うんうん、変な応援歌しかいないんだけど、そんな変な応援歌たちがすごいかっこいいお兄さんたちに言えちゃうみたいな、小学生ですよ。で同級生とかよりもやっぱ大人の人の方がいろんなものを知ってるから楽しいんだよ、でこれね、世界純粋培養ってやつだと思うんですよ、うん、出会った時からもう、うん、サッカーを見る、うん、応援する世界で20歳25って言ってさ、だんだん違うものが見えてくるとさ、すれっからしになるじゃないですか、うん、でこれ人より人っていうのはノーマーあのよくあるパターンは高校生か大学生になってから初めて友達に一緒にサッカー場行こうぜって誘われてハマっていく人が多いから、すれっからしになるのはだいたい35ぐらいからだと思ってるんですけど、この場合はね早かったの、すべてが早いね、すれっからしになるのがもう25みたいなそれまでにブラジルワールドカップ行ってきましたとかさ、うん、その後のロシアも行きましたとか言っちゃったらさ、そりゃ近々、40代50代ぐらいの、なんか3周回ったサッカーファンと同じぐらいのメンタリティになるだろうなと思ったら、うん、案の定なったっていう、うん、それで仕事としてもその古着サッカーのユニフォームとかさ扱うようになってさ、もっとサッカー場に客としてる自体が見えてる風景なんて基本、キーレート、ろ過されてる、うん、お化粧されてる世界で、うん、見せ物を見てるから、うん、あんまりリアルなものは見なくても済んだんですよ、うん、ある種幻想を見続けられたんですよ、うん、出来上がった興行を客として見てるだけだから、サポーターとか、うん、代表戦一つだったらそうだと思う、あくまでもカクテル光線がバーンって炸裂してる90分を、うん、
見てるから、バモバモバモもいながらさ、バモ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 言ってるよね。そうそうそう。だけど裏側、コインの表と裏と同じように、サッカーの裏っていうのは要するに現場レベルっていう意味だったり、うん、サッカーを生業としてる選手や、うん、クラブの人や、うん、まあ、アマチュアのプレイヤーも含めて、うん、あのバモは職業的にはさ、うん、それにあのもう着なくなったユニフォームをわざわざ売りに来るわけです、うんうん、数々のサッカーをやめた人、つい何ヶ月前までゴール決めるたびにユニフォームの胸のエンブレム掴んでさ、それをあのなあのキスなんかしちゃってさ、エンブレムに、うん、そのやってた本人がさ、4ヶ月後にバモの店にさ、もうこのチームあの何の未練もないんで買い取ってくださいっつって売りに来ちゃう現実を見るとさ、そうそうでさ、どこのチームとは言わないけど今下の部屋にあるじゃん、どこのチームとは言わない、ある都リーグのさチームのさ選手のユニフォームとかさ、あれもさ俺に、ああ知ってんすか、じゃああげますよなんつってくれたの。だから、ね、サポーターはもっと欲しいわけよ、うん、あれ多分、うん、でもね、それはね、カクテル光線をずっと見てた人間からするとさ、もうほとんどそのダークサイドを見るかのようなさ、うん、現実なんだけど、バモの場合はそれも現実なんだっていうことを知ることがなったのは、うん、元のサポーターからすると俺がすると良かったねってことなんだけど、うん、本人はそれでサッカーに対してこう、まあ、幻滅するっていうか、サッカーが嫌いになるってよく口では言うけど、サブ長からすると、いや元々サッカーってそんなもんだからってつまり君が子供の頃から見てたのがちょっとあのかさ増ししすぎ、うん、期待値上げて見すぎただけで、うん、そもそも現実なんてここしかなかったのに、うん、あの要するに幻想によってかなり期待値が上げら、ね、期待感が思いっきり上がっちゃうの。なんか応援してるチームがリーグ優勝するとかさ、すごくその栄光と、ね、あれだよね、ゼロからのスタートのチームからを全部見ちゃったから、ね、この間のね、その来てたね、新しい人たちね、みんな今幻滅してると思うんだよね。そう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 、多分なんだ、個物市場って何にもないじゃないかと。そうそう、買うものないし汚いし、何を買えばいいんだ、こんなで儲けられるわけないじゃないかと思って多分帰っちゃったと。で、うん、僕も16歳ぐらいの時はね、そうだったのよ。うん、もうキラキラしてた僕の見てる世界、うん、だ芝生の上でさ、ものすげえサッカー上手い人たちがさ、また抜きしたり、うん、ね、だって俺22歳のカズとか見てんのよ、うん、惚れるよ、うん、あのサントスから帰ってきたカズを見て、うん、やべえなこの人みたいな。あと戸塚哲也さんとかね、うん、いつも二日酔いで練習場来てさ、うん、癖な戸塚さんって、でも試合始まるとすげえなみたいな。でも自分がピュアだったから、うん、ものすごく綺麗に見よう見ようとしてただけで、現実知るんですよその後。まあサッカー選手も普通の男の子と大人だよねみたいなね、みんな同じだよねみたいな、ね、うん、いいとこもあればダメなとこもあるし、そうそうそう、でもそれも現実だし。でもそこで僕がサッカーから離れなかったのは、受け入れるから、うん、こんなもんだよねみたいなね、うん、それでもいいところもある、うん、でもいいとこしか見ないようにしようしようっていう脳みそのバイアスをかけてるファンはものすごくあの僕からすると残念な人たち。残念、もっと現実見た方がいいよ、まあね、その目を背ける人、そしてその背けようと押し付ける人、ともかく俺は嫌いその現実を見るというのを別の言い方するのは、物の見方を変えてみた方がいいっていうことなんですよ。そう、だからなんかね、物の見方を変えないと本質的なものが見えてこない。なかなかね、あれなんですよ、そのね、しょっぱい現実とかさ、こう、いや、サッカー選手、サッカーの世界だってね、僕らが生きてる世界と何で変わらないんだというふうにね、うん、思い、でもね、そのあのなかなかそこを認識するので難しいところもあるなと思うのは、やっぱりね、僕らの生活って言ってるじゃないですか、うん、その僕らの生活すらね、正確に認識できてる人どんだけいいんだっていうのがちょっとあるからね、うん、そこは難しいところもあるかなと思うんだけど、でもその見方を変える、違う部分、違う角度から物事を見てみるっていうのは、これ前参謀長が言ってた話ですごいね、あの印象に残ってるのがね、はい、あのゴール裏で応援するスタイルあるじゃないですか、はいはいはい、でそのゴール裏で応援してる人を、じゃあ例えばメインスタンドからもサッカーを楽しめるかっていう話あったじゃないですか、はい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 、で
そのゴーヤじゃないと楽しめない、はい、人もいれば、メインスタンドとかバックスタンドとか、はい、そこでしかいろんな角度から見てもね、いろんな角度から見たサッカーのサッカーを見ても、うん、十分楽しいんだって言える人とやっぱいると、そう、一緒にいるっていうことが大事だってことですね。そうそうそう、で、そのやっぱね、今回のこのコロナのやつでね、うん、ゴール裏の意義っていうのがやっぱりこうすごい薄らいできてるじゃないですか。もちろんですよ、うん、やっぱもともといっぱい人が集まって、なんかいや、もうだって言葉の定義が変わっちゃいましたもんね。歌歌ってみたいな、そう、ゴール裏っていうのは飛んで跳ねて歌って、うん、手叩いてむちゃくちゃやるっていう言葉の定義が20年間ぐらい浸透したのに、うん、今は全部禁止行為だ、禁止行為だ、もう言葉の定義変えた方がいいよね、そうなってるじゃないですか、はい、でそうするとそこが楽しくて行ってた人たちって今すごいもう今難民ですよ、難民になってると思うんですよ、はい、でもなんとなくこうまだね頑張ってなんとかね、あんま楽しくないんだけど、まあ、とりあえず行ってる行かなくちゃみたいな人もいると思うんだけど、俺自身はなんかあんまりなんかその状況が変わっても相変わらずそのサッカー場に通うモチベーションってほぼ変わってないんですよ、うんうんうん、あとそこでしか楽しむのあれがないから、ね、そう、なんかその状況で観客がいなければ声出しちゃいけなければ選手たちの声めちゃくちゃ聞こえてきて楽しいとか いっぱいあるんですよ。そうですよね。そう でもそれをこう見方を変えると全然まだね面白さあるはずなんだから、ね、多分ね負け癖だけど ね負けたくないんで応援団も、そういうことか、うん、戦ってんだ、ね、そうそう、だから応援をここで手放しちゃうと今まで盛り上げようってやってきた俺たちは間違って、つまりさ、これもどっかで喋ったけどさ、うん、クルサルで喋ったかどうやって喋ったかもう忘れてますけど、自分たちの存在価値を、うん、そうそう、アイデンティティみたいなところ、よりどころって言ったらいいかな、うんうん、応援することでしか自分の存在価値を自己確認できなかった人たちっていうにとっては今クライシスですよ、うんうんうん、いや、そうそうそう、で、なんとか抵抗するしかない、それがさ、本当に濃い人たちっていう場合は絶対いると思うんですよ、いますよ、濃い人たちは、うん、でもさ、濃い人じゃない人たちもさ、いるじゃん、いるので、その人たちはさ、なんとなくその濃い人たちのになりたいみたいな感じの予備軍だった人たちが多分いて、うん、でも今もう宙ぶらりになっちゃってるわけじゃないですか、うん、でそこまで濃くないんですよ本当は多分、うん、その人たちは、でもその人たちが多分どん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 ね、そうだからファーストグループとね、ドーナツ の、まあ、バームクーヘンの皮のようにね、うん、考えてほしいんだけど、うん、コアな部分にいるのがファーストグループだとしたら、うん、セカンドグループ、サードグループって遠心状にこう薄まっていくわけですよ、うん、でファーストグループは今必死に自分たちの存在価値だからさ、うん、抵抗してるんですよ、うん、なんとか無理やり弾幕張りに行くし、そうそう、なんとかマスクを剥ぎ取って叫ぼう、だけどなんとかもう結局残留争いとかしてるチームとかはさもうそこで自分たちが何もできないでもさ、皮肉なんだけどさ、ファーストグループだけどさ、ヴィッセル神戸からは出禁を食らうっていうさもう来ないでくださいって言われちゃう、そうそうそう、ヴィッセル神戸から、いやさ、ちょっとさ、俺来ないでこれ皮肉な話だよ、うん、でもね、ザーテさんさっき言いかけたのはこのセカンドグループ、サードグループはより 薄まってるから、うん、求心力がもうそこまでないゾーンの人たちははっきり言いますけど、どっちだっていいんですよ、うん、ゴール裏だろうがメインだろうがバックだろうがサッカー見たくてもともと来てた人たちだから、うん、応援できなくったって見たいから来てたっていうだけだから、うん、そういう人たちが今まだサッカー場には、ね、残ってきて、うん、でラーテルさんは多分そのゾーンだと思う、ラーテルさんはセカンドグループ、そうそうサードグループにそもそもいたと思うから、そう、バモとか僕の場合はもう大昔だけどファーストゾーンのど真ん中どこはだから気持ちは分かる、あのヴィッセル神戸から出来になった子たちの気持ちは分かるけど、言いたいことは時代だと変わったんだと、自分たちが価値観変えなければ物の見方を変えなければ続けられないぞっていうのが、うん、この今ファーストゾーンにいる人たちに特に僕だったら気持ちが分かるだけに、うん、そう。